はい、それでは久しぶりのロマサガ2やっていきたいと思います。今回はですね、以前行った氷の遺跡、あそこに今一度行ってみたいと思います。まあ修行を兼ねてですけどね。はい、でその前にやることは、まず開発、これ言っとくか、これ言っときましょう。で、あと氷の遺跡の奥、あの一番奥にいた巨人みたいなやつを倒しに行くんですけど、まあ覚えてるかどうか分かりませんが、そいつを倒すために必要なものとして、ソードバリアですね。ちょっとね、頑張って修行をしてソードバリアを習得できる状態にしたので、早速これを全員に覚えさせていきたいと思います。はいはい、それでは準備ができたので、いざ氷の遺跡に行きたいと思います。というわけで、まずナゼール海峡を越えなきゃね。ここは何回も通ってるから、どうやったら最短で行ける、どうやったら最短で抜けれるかもう分かってんだけど、厄介なんか来たな。ちょっとこれはみなしねややっとくか。ほんでだな、ちょっとライトボールとかしておくか。不動金縛り、あ、難しいな。ちょっとこのディープワン先にやった方がいいかな。いや、でも1ターン目は巻きつきだから、こいつかな、どっちかっていうと。で、中達はフレームウィップしとくか。うふ、まずいな。あ、まずいな。非常にまずいぞ。そうなんだよな、この状態異常がね、ロマサガ2って強いよね。よし、どうしようかな。残像剣やっとくか。で、とりあえず回復しておこう。おいでだな、ルナさんは。まあ技術点稼ぎをしておいて、この辺かな。多分レイバーフォンすぐ死ぬよね。よし、いいね。おお、さすが、さすが残像剣強い。よし、じゃああとは、風もちょっと上げたいからな。そうだな、スターちょっとね、土も上げておきたいから、いろいろね、上げたいものはいっぱいあるんだよ。っていうのは、多分ね、もうそろそろ最終工程が出ると思うんで、鍛えるとしたら今しかないんですよ。特に術、合成術を作るためにはですね、一世代経過させないといけないんで、そうなるとここが多分最初、ここが多分最後のチャンスなんですよね。よし、じゃあ行きましょう。まあ、修行兼ねてるんで積極的に戦っていきましょう。こいつは弱いんだよな。もうワンランク上のブラディマリーってのが出るんですよ、もう時期的に。なんだけどこいつじゃあな、いまいちなんだよな。まあいっか、やるか。でライトボールでもしておいて、こんなとこかな。ね、いまいちでしょ。多分ね、触手とかで殺される可能性はあるんだけど、それでも技術点は多分100いくつとかだったと思うんだよね、こいつ。ほら。もうね、しょぼいんだよ。よいしょ。お、来た！来たよ、技術点の塊。こいつは来たぞ。まずは、技を覚えるのも使えるんだよな、こいつ。どうしよう。分子分解で殺すのはもったいない気もするけど。
あんまり下手なことしてると、あんまり下手なことをしてるとね、こっちが死ぬんだよね。どうしようか。開脚ができないからさ、ぶつかったらやるしかないんだよな。ってなるとしょうが、あ、違う、しょうがないから、こうしておいて、それでですね、まあ、技術点を稼ぐか。ここはあんまりこんな舐めたプレイしてるとやばいかな。スフィンクスは技術点はすごいんだけど、すごいだけあって強いからね。結構できればダブルヒットの見切りとかも欲しいんだけどな。さすがに無理か。ね、すごいでしょ。もう全然違うでしょ。こいつとやってるとね、ガンガン技術点稼げて、ガンガン術とか覚えてくれるんですよね。ちょっとこれね、やばいんですよね。ストーマーがね、あの位置だとサンダーボルトとか押してくる可能性があるんで、ちょっとこれは予断を許さないですね。とはいえ技術点稼ぎたいからな。いや、あんまり下手なことできないから、ここはちょっと残像剣で一気に行こう。こうかな。よしよし、ほら来た。これが痛いんですよ、すごくね。これすっごい痛いの。サイクロンスクイズで400とか食らうの、鬼だな。まあいいけど。よし、おっと、ちょっと強いのが来たな。これはどうだ、ウィングメアってどのぐらい強かったっけ。いや、ライトボールして残像剣して、なんか覚えるかな。そう、ソバット覚えたいんだよ、とりあえず。で、そうだな、あー難しい、やることがない。つくか、普通に。ちょっと舐めすぎか。あ、でもそこまで強くないな。そこまで強くはない。多分十分戦える。勝っちゃう。あ、お、来た来た来た、やったぜ。オッケーオッケー。まあいいでしょう。あー、ストームイーターがまずいな、これ。ストームイーターはちゃっちゃとやんないとまずい。ってなると残像剣、もう残像剣しかできないな、この人。まあしゃあないな。不動金縛りで、どうしようかな。喝殺化石症、いや、そこまでいる、微妙だな。まあいいや、ちょっとライトボールしよう。だいぶ舐めた感じになってるかもしれないけど、あー、ちょっとまずい、これはまずいぞ。それはちょっと待って、予想外、予想外、むしろ殺してほしい。中達殺して、誰か。やばい、誰に行く。あー、そ、うふ、くそ、非常にまずいじゃないか。あ、混乱は治ったか。やってくれるなあいつら。くっ
そー。しょうがないな。どうしようかな。まあ、いっか。ああ、いや。生き返らして、いや、むしろ、アースヒールを使うか。で、なんか適当に殴っておいて、うん。やっぱこうなってくると結構油断ができないですね。なんとかこう生きながらえてるけど、いつ一瞬で殺されてもおかしくないね。分子分解の混合力の混合力のライトボールで、ライトボール技術点を稼ぐ布陣でいこう。こいつもそこそこくれるからな。800なんぼとかもらえるはず。うん、よし、オッケー。うん、いや美味しいね。てかこれぐらい技術点くれないと割に合わないからな。よし、技術点の塊来たけど、どうしよっかな。確かね、地裂劇でグランドスラムが覚えられるはず。いけるかな。ちょっとやってみるか。で、あとは、乱れ好きとかも確かいけたはず。スフィンクスが、技術レベルが30ぐらいあったかな確か。でその間にこの人たちで、こうやって技術点を稼ぐと。お、スタンした、やった、いいね。スフィンクス足遅いね。いいですね。じゃあ、マッドファイターとか効くんかな、こいつ。どうしようかな。ソバット。で、こんなとこかな。意外と技覚えないな。確か乱れ好きだったらスフィンクスはちょうどだったんじゃないっけ。お、来た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 、いいね。よしよしよし、うん、とりあえず目的の1個は果たしたぞ。このクワドラブルが覚えたかったんですよ。とりあえずあとはどうしようかな。ちょっと骨砕きぐらいはしとくか、一応。あと乱れ好きが欲しいな。あと槍、なんか槍覚えないかな、なんか。なんか覚えないか。てか、ちゃっちゃとやんないとまずいんだよな。サンドストームとかやってくる可能性があるから。急ぐべきではあるんだけど。ああ、よかったよかった。ああ、よかった。うん。よしよし。あとはこいつか。しょぼいな。しょぼいな。なんだお前は。何しに来たんだ。もう、しょぼすぎるよ。どうしよっかな。一応技術点は稼ぐか。ああ、結構この花粉は厄介ですね。とはいえね、素の強さがしょぼいから。ああ、でもさすがに舐めすぎたか。さすがにちょっと舐めすぎた？
全然だな。スフィンクスに比べたら。よし。じゃあ、この真ん中ですね。ここに入っていきましょう。ムドメイン鬱陶しいな。もう、ちゃっちゃとやっていくか、とりあえず。この人は、じゃあ、霧隠れでも、かかるかな？かかんないかもしんない。うっそ！それはまずい！やばいやばいやばい。ちょっと待って、まずい！大丈夫かな？死ね！死ね！よし！はあ、よかった。しょぼいな。全然割に合わないじゃん。このブラッドサッカーってどれくらい強かったっけ？覚えてねえなあ。でも確かこいつね、こいつグランドスラムちょうどじゃなかったかな。そうだった気がする。霧隠れでもしとくか。ちょっとね、修行しすぎて LP 結構やばいんですよ。さすがブラッドサッカー。まずい。よし。まあ別にグランドスラム欲しいかっつったら別に欲しいかないんだけど、なんかね、技を覚えたいんですよね。電球のあれがさ、こう、快感なんですよ。あ、やばいな。まあ、いっか。なんかこう、技を覚えるたびにさ、こう、強くなったっていう感じがするじゃん。それがね、結構、たまんないっていうか、快感ですよね。ロマサガシリーズは本当それがあるからもうやってるようなもんですからね。意外と覚えないな。ひらめきタイプが違うのかな、ひょっとして。でも、ペルーサは確かコンボ技が得意だったはずなんだけどな。意外と覚えないもんだな。あれ、コンボタイプだとグランドスラムって覚えれないんだっけ？そこがちょっと微妙ですね。よし。ああ、覚えないかもしんないな。こんだけやって覚えないっていうのは多分、本当にタイプが違うんだろうな。よし。いや。うわ、なんか、ちょっと待って。強くない？あれ、ここに来て強くない？どっちを先にやろう？やっべ、俺、千切り置いてきちゃった。ちょっともう、覚えたてのクワドラブルで。どうしよう。多分、デュラハンを先にやるべきだと思うんだけど、死んだわ。強いな。ちょっと待って、やばいな。もう6しかないじゃん、LP。中達。マジで？脳天割りとか効かなかったっけ、こいつ。あ、どうだったかな。しょうがない。ちょっともう、これ本気で行くしかないわ。生き返らせよう。かっ、ちょっとやめてくださいよ。ひどくない？ちょっと、死人を蹴るって、死体蹴りって一番マナー悪いんだぞ。くそ、こいつやひどいな。とはいえ結構技術点も美味しそうだから、
稼ぎたいのは山々なんだけど、なんか覚えるか。でもそろそろこいつも死にそうなんだよな。ほら、あ、技術点しょぼ、全然じゃん、しょぼいよこいつもね。意外と強いんだよなこいつら。ただみなしねは効いた気がするんだよなこいつ。そう、油断できないのがこいつね、確かホラーとかやってくるんだよ。ホラー、そういうことするから嫌なんだよ。あ、そして意外と強い、ホラー、そういうことするでしょ。まあいいけど、よし、うりゃ、お前たちか。しょぼいな、しょぼいけど、まあ稼ぐか。あー、ちょっとね、ライトボールを持ってこなかったのが痛いな。ハセはやることが少ないな。まあこんなとこかな。あ、そういうことする、そういうことするか。ちょっとやめて。ちょっと、あ、意外としぶといのね。ちょっと舐めすぎか。しょうがない、もうちょっと頑張ろうか。こうだな。で、よし、これでいこう。一人は死ぬっしょ。よしよし。で、これで死んで、意外と、あ、痛くないわ。あ、意外と耐えるな。じゃあガンガンやるか。よし、これで死んだだろ、これで死んだっしょ。よしよしよし、よし、じゃあ、どこ？あー、ペルーサが足りないっちゃ足りないけど、まあいっか。そんな満タンまでする必要あるかな。まあいっか、陣形はアマゾンストライクでいいよな。よし、行きましょう。はい。あ、陣形乱れるんだ。それは予想外。あ、やばい。これやばいぞ。そうか。こいつ普通に雑魚の判定なのか。てっきりこうボス戦と同じでさ、陣形乱れないかと思ってたら違うんだ。あ、これはちょっとまずいっすね。あっぶね。おお、耐えたー。よし、オッケーオッケー。こいつの攻撃は残属性の攻撃しかないんで、ソードバリアさえかかっちゃえばもう安定します。もう負ける要素がないね、もう。じゃあ、あとはまあ無意味にミサイルガードとかしておいて、で、まあ無意味に炎の壁とかしといて、で、エリクサー使っといて、混合力でも使うか。で、まあ、あと、どうしようかな。エアスクリーンでもするか。
まあ、なんせもう死なないからね、絶対に。こいつ技術点何番あったかな。うん、効かない、効かない、そんなもん効かんよ。峰打ち好きだな、よっぽどまひらしたいんだな。じゃああとはそうだな、普通に技を覚えていきますか。ね、真空切りがいけるんじゃなかったかな、ギリギリで。ハッセイはもうクワドラブルを覚えたからもういいや。どうしようかな。あんまりやることないな。あ、まあカポエラキックとかいけるのかな、これで。で、この人は技特に覚えるもんがないんだよな。カッサと重心手は無理だろ、多分。しゃあないな。水舞いでも使うか。で、中達もまあ、何をするかって言われると、やることがないんだが、一応セルフバーニングでもしとくか。無意味に。これ技を覚える前に死んじゃうかもしんない。そんなに体力ないもんこいつ確か。でもどっちかというと真空切りが欲しい。なんか覚える？がっつり技欄は開けてきてるからな。まあ防御でもするか。お、削岩機来た来た来た、これはでかいね。真空切りはまあそうそう無理か。お、峰打ち見切った。お、おおおお、君たち君たちすごいな。あれ？待て待て待て、なんで中達、中達なんでダメージ食らってんの。あれ、ソードバリアしてたよね。あ、そうか、セルフバーニングしたことによってソードバリアが消えたのか。あ、それはまずい、それはまずいですね。忘れてたわ。そうだ、ソードバリアとセルフバーニングは共存できないんだ。あー、忘れてた、忘れてた、それはうっかりしてたわ。やっちまったな。大丈夫かな、間に合うかな、間に合うか。よしよし、あ、よかった。Ah!
暴走者死んじゃうな。多分。暴走者。殺されるとか、解決なんてなかなかないから。つい解決を選んだらいいぜ。無理かな、無理かな。っていうか、そもそも青龍拳覚えれんのかって話だけどな。無理なのかもしんないな。剣豪タイプだからスターリングは一通りは覚えれたはずなんだけど、もしかしたら漏れてるかもしんないな。おお、もう切れたか。しょうがないな。技ポイントが切れてしまったよ。しょうがないな。やばいな。下手するとこれ倒すことすら叶わなくなるぞ。せめて乱れ突きだけでも覚えたいな。乱れ突きを覚えればまだちょっとこう救われるというか。諦めるか。うん、他の敵で覚えればいいや。もうやりましょう。よし、もう倒そう。てかこいついつ死ぬんだ、ふと思ったけど。ふと思ったけど、ほんといつ死ぬんだろうこいつ。意外としぶといというか、思いのほかしぶといな。いや、ちょっと待って、これ倒しきれないかもしんない。まずいな。まあ最悪殴りゃいいんだけどさ。あ、やったわ。まあまあまあ、技術点は美味しいな、確かに。よし。はい。このアメジストののもまあ強いから、良しとするか。ちょっと、やばいな。あ、そうか。やばい、技がねえ。しまった。この状況はまずい。この状況はまずいぞ。非常にまずいですね。そう来るよね。やばいね。まずいな。ちょっと技ポイント回復したい。よし。ふう。ちょっともう後ろから来るとか卑怯。しょうがないな。まあとりあえずこれでなんとかなっただろう。よし。オッケー。ふう。ちょっと一旦技ポイントを復活させて。おいとまするか。で、アメジストの斧誰に持たすかな。一応この人に持たしとくか。危ない。よいしょ。そんなに美味しくはないな。強いけど。
強いけど美味しくないって一番嫌だよな。しょうがない。どうしようかな。混合力でも使っとくか。よし。あーちょっと怖っ。オッケー。あいつが麻痺してしまえば死んじゃったよ。意外とこの程度の敵をサクッとやれないっていうのはちょっとなよろしくないですね。とりあえず帰るか、ちゃっちゃと。よし。で、とりあえず術なんかできてるかな。前も言いましたけど、合成術はこの台で作っておきたいので、あと妖精光と光の壁か。ないか。お、ストーンシャワー来た。いいですね。よしよし、まあいいでしょう。じゃああとは強化服を受け取っておけばいいんだな。うん、よし。で、お、これは作るぜ。よし。うん、クロスクレームは作っとこう。ちなみに今金はいくらある。あとハルモニアの鎧は作ってんだっけ。作ってんだな。じゃあもうあとクロスクレームは作っちゃえば、武器はもういらないな。あ、結構カツカツですね。